ました。来ませんね、パンさんたち。結構結構、努力している証拠でしょう。こっちも商売、そうそう甘い顔してらんないからね。まあ、この調子でがっぽり稼いで、あとはつけさえ払ってもらえれば。三万台ですね、マスター。ところがそうはいかないところが、あの二人のあの二人たらゆえんであって。え？なんか不安。はいはいはい、大事な品物、なくした品物、何でも取り返す奪還屋、成功率は 100%。 今なら料金もサービスするよ。彼女、彼女ってばどう、何でも相談に乗っちゃうよ。お、社長、社長ってば話ぐらい聞けっつーの。ほら銀次、怠けてねえでおめえも働け。そんなこと言ったってもう3日も水しか飲んでないんだよ俺も。ダメ、だらしねえな。3日前のレッカーが聞いたよね。あれで有り金全部飛んじゃったからね。パンちゃんがいけないんだよね。駐車場代ケチったりするからね。うっせえ、タグ過ぎたことをグダグダと。間ポールもポールだ。助けを求めていっぱいいないけど、若者を無限に扱いやがって。なーにが食事はつけを払ったからだ。上等だよ。でっけえ仕事ガツンと取ってつけなんだ耳を揃えて返してやるぜ。そんなに無理にならないで、ここは普通にバイトでもしてさ、とりあえずなんか食べようよ。銀次、おめえにはプライドってもんがねえのか。俺たちは何でも取り返す奪還屋だぞ。奪還屋がバイトなんかできるか。でもね、ばんちゃん、プライドじゃお腹は膨れないよ。あっとな。いや、行き倒れよ。まだ若いのにね。ママ、あれ何？ほら、早く行くわよ。ばんちゃん、俺たちこのまま死ぬのかな。もうどうにでもしてくれ。おい、食え兄ちゃん。あまりももらってきただけだから遠慮はいらんぞ。夏美ちゃん、ばんさんたちが高架下で知らないおじさんと残り物を、やっぱり不安的中。いやー、しかし今日は助かったぜ。ほんと一時はどうなるかと思ったけど、あんがとね、おっちゃん。いやいや、困った時はお互い様だ。それにしてもびっくりしたぞ。はじめは本当に死んでるかと思った。一体どうしたんだあんなとこで。いや、ちょっといろいろあって。そうか、いろいろね。おっと、いかんいかん、ちょっと待ってくれ。確かこの辺にろうそくの火炎が。おっちゃん、ん、ちょっと待っててよ。飯のお礼にさ、俺が面白いもん見せてあげる。これは体内で電気を発生させる。それがこいつの力ってわけ。電気を、電気ウナギっているだろう。あいつは危険を感じると電気を発生して身を守る。その発電細胞ってやつは実は人間の中にもあるんだ。で、こいつはその力が特別に強いってわけ。電気ウナギ、それじゃあ君にも何かこんな力が。まあね。ジャガンって知ってっか、おっさん。いや知らんが、君たちは一体。俺は御堂伴。俺、天野銀次。俺たちは取られたもの、なくしたものを取り返す。
取られたもの？取られたら取り返せがモットーの奪還屋、ゲットバッカーズって。聞いたことねえか、おっさん。おっさん、おっちゃん、おい、大丈夫か、おっさん。バンちゃん、俺救急車を。待ってくれ。心配ない、いつもの発作だ。少し休めば収まる。2年前会社を潰してしまってな。今ではこんな暮らしをしているが、こう見えても昔は自分の工場を持っていたんだ。裸一貫で東京に出てきて、一生懸命働いて、結婚して一人娘も授かって、思えばあの頃が一番幸せだった。ところが長引く不況で借金が借金を生んで、借りたところが悪かったのか、会社は潰れ、娘もヤクザに奪われてしまった。優しい娘でね、早くに母親を亡くして散々苦労をかけて、それでも文句一つ言わず、そんなあの子を私は守ってやれなかった。奪還屋と言ってたね。娘の名は山村理香、立川組組長の屋敷に囚われている。無理を承知でお願いしたい。娘を取り返してもらえんだろうか。今はこれだけしかない。だが金は必ず用意する。働いて必ず用意する。だから一目だけでいい。娘に会わせてほしい。会って謝りたいんだ。あのおっちゃん、悪いなおっさん。金が足んねえや。他を当たってくれ。バンちゃん。いや、いいんだ。初めから無理は分かっていた。独り言、ただの独り言だ。忘れてくれ。ねえ、バンちゃん。ダメだ。事前授業じゃねえんだ。な割に合わねえ仕事やってられっかよ。分かってるけどさ、俺たち金ないわけだし、残り物だけどおにぎりも食わせてもらったし、確かに割のいい仕事じゃないし、付けの足しにもならないけど、でもさ、俺たちだけだと思うんだ、この仕事ができるのは。おっちゃんの思い出を取り返すことができるのは。ごめんバンちゃん、俺やっぱり。本当に大したお人よしだぜおめえはよ。危なっかしくて見てられねえや。まあゲラの小銭はともかくもだ、飯の借りってのは一理ある。バンちゃん、ったくどこのドイツだ。プライドじゃ腹は膨れねえなんて言ったのは。あの二人。
ってお兄さん、教えてもらおうか。山村理香って子の居場所をな。誰？騒ぐな。心配しないで、理香さん。山村理香さんだよね。よかった。俺たちは奪還や、君を助けに来たんだ。君のお父さんに頼まれてね。お父さんに？無理よ、そんなこと。そんな、この屋敷から逃げるなんて、そんなことできるわけないじゃない。どうして？どうしてって、ここはヤクザの家なのよ。防犯システムに見張りの男たち。逃げられるわけないわ。でも俺たち入ってきてるじゃない。こうやって君のとこにさ。会いたくないの？お父さんに。それは信用してよ、俺たちのこと。俺たちが二人を絶対会わせるからね、リカさん。わかった、支度してくる。ちょっと待ってて。急いでね。抜け道？ええ、もしもの時の抜け道をいくつか用意してるの。そこからなら安全に外に出られるかも。そいつはいいや、行こう。そこへね、ワンちゃん。ここです。確かにそれっぽい感じだね。意外と楽な仕事だったね、ワンちゃん。さてと、さっさと行きましょうか。せーの。残念だったな、ガキども。ごめんなさい、着替えてる間にこの人に連絡しちゃった。リカさん、どうして？私ね、今この人の女なの。辰川組組長、辰川歳三のね。とんだ間抜けだったわね、奪還屋さん。私があんなゴミに会いたがると本気で思ったの。ゴミ？そう、ゴミ。あの人、私の父親。何が会いたいよ、今さら。笑わせんじゃないわよ。私があの人にどんな目に遭わされてきたか、あなたたち知らないでしょ。同じ年頃の子たちが楽しそうにしてるのをね。私がどんな気持ちだったか。結局最後には会社を潰して私も売り飛ばした、最低の男。今となっては少しは感謝もしてるけどね。ねえ見て、この指輪。こんなものあいつと一緒にいたんじゃ一生手に入らないわ。指輪だけじゃない、バッグ、洋服、靴。ここにいれば何でも手に入る。私今幸せなの、すっごく幸せなの。あんな男のところに戻るなんて絶対ごめんだわ。間違ってるよ、リカさん。おっちゃん言ってた、リカさんのこと。優しい人だって。いつもリカさんに支えてもらってたって。そんなリカさんを守れなかったこと、すごく悔やんでて。リカさんに謝りたいって俺たちに土下座までして。それぐらいおっちゃんは君に会いたいんだ。それぐらいおっちゃんは君のことを。そんなこと関係ないわ、私には。そんな、私を捨てた人のことなんか。リカさん、ざれ事はそれまでだ。遊びが過ぎたな、小僧。地獄で山村を恨むんだな。よく言うぜ。どうせ初めっからてめえが仕組んだ罠だったんだろ。工場を奪うためアコギな金貸しとつるんでな。ふん、それがどうした。あの辺りの土地は値が上がっていたからな。あんな奴のものにしとくのはもったいないだろう。それに娘の方もな、娘も初めからいただくつもりだったのさ。だから必要以上に奴を追い込み苦しめた。娘を手放すようにな。全てこちらの計画通りというわけさ。そんな
な、それじゃあ私は。悪いな、立川。地獄に落ちるのはてめえの方だ。俺こそ今何を。早く奴らを抑えろ。どうしてするの。なんだこいつ。スネークバイト気をつけた方がいいよ。バンちゃんは握力が200キロもあるんだ。何をしてる。早く早く戦況へ。バンちゃん。手こずらせやがって。地獄に落ちるのは誰だって。なんだ。どうよ、いい夢見れたかよ。夢。お前らが見たのは幻だよ。俺の邪眼が見せたな。俺と目が合った瞬間からお前らは幻を見ていたんだ。一分間の幻影をな。幻。今のが。本当は寂しいんだよね、リカさんも。だから悪ぶって自分をごまかして。でもね、ここにはリカさんを思ってる人なんていない。ここにいてもリカさん幸せになんてなれないよ。さあ帰ろう、リカさん。おっちゃんが待ってるよ。行くぜ、銀次。ことなんだ。助かるのかよ。ああ、以前から悪かったようですね。とても危険な状態です。何とも言えませんが、おそらく。おっちゃん、目覚ましてくれよ。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん、バンちゃん、おっちゃんが目を。ごめん、おっちゃん。俺たちリカさんを。おっちゃん、許したわけじゃ、許したわけじゃないから。リカ、リカ、すまなかった、すまなかった。すまなかった。よかったな、おっちゃん最後にリカさんに会えて。ね、バンちゃん。バンちゃん、バンちゃん。
バンちゃん、ひょっとして